ディボクプロは放送業務用デジタルビデオ企画の一つである。d v 企画を基礎に、松下電気産業が開発1996年に発表された。スンプト 306M、307M、370M、371M、および IEC61834 から1-2において DE-7VTR として標準化されている。 現在はビデオカメラ及び録画、再生機器の生産は終了し、録画用テープのみ販売されている。パナソニックの放送業務容器は P2 へ移行している。中央がディボクプロを、M カセット。左はディボシム、L カセット。右はミニードブカセット。ソニーディボシム規格及び DV 規格ではメタル上着型テープが用いられているがディボクプロでは、 対摩耗性、信頼性を考慮した結果、メタルトフ型テープが選択されている。外形寸法は次の通り。M カセットは大体ハイ8カセットと同じ大きさである。また、ミニードブカセットは使用されない。d v 圧縮をベースにした DCT、マクロブロック構造、データシャッフリングなどを特徴とするイントラフレーム圧縮方式を採用している。 パナソニックリボックプロレコーダー RGD455996 年発売。映像信号をコンポーネントデジタル8ビットユークブクア411でサンプリングしフレームごとに圧縮をかけて記録する。上位規格との区別のためにリボックプロ25の名称も使われる。映像データレートは DV と同じく約 25Mbps。圧縮方式は NTSC では DV5 巻だが、パルにおいては DV5 巻ではない。録画時間は126分、66分。音声は2チャンネル。サンプリングレートは 48kHz、1 6ビット。ボディが黒、リッドが黄色のカセットを使う。パナソニックのディボクプロ50カメラレコーダー1998年発売。映像信号をコンポーネントデジタル8ビット。 ユークブクは4-2-2でサンプリングし、フレームごとに圧縮をかけて記録する。映像データレートは約 50Mbps でリボクプロを企画の2倍。その結果、テープ速度も2倍になり録画時間は126分、63分、33分となる。音声は4チャンネル。サンプリングレートは 48kHz、1 6ビット。カセットはボディが黒。 リッドが青。2000年発売。映像データレートをリボクプロ50のさらに倍に当たる約 100Mbps に高め1080、60i、1080、50i、720、60p、720、50p の HD 映像の収録に対応した。映像信号は8ビットコンポーネント。サンプリングはユークブクア4-2-2と称されるが、 水平1280サンプリング記録であるため、他フォーマットと同等の比較をするのであれば2.7、1.3、1.3が実力値となる。1080、60i では1 2 8 0 x 1 0 8 0セル、1080、50i では1 4 4 0 x 1 0 8 0セル、720p では9 6 0 x 7 2 0セルで記録される。 データレートの増大に応じて、さらにテープスピードを早め、録画時間は63分、32分、16分。音声は8チャンネル。サンプリングレートは 48kHz、1 6ビット。カセットのボディは黒、リッドは赤。特徴としては、720p モードにおける可変フレームレート記録が上げられる。4から60フレーム毎秒の範囲で自由に、 フレームレートが設定できる。撮影監督の坂本義隆が開発に関与したリボクプロ HD カメラであるバリカムは映画突入せよ。浅間山層事件での現場初投入以降、高いプログレッシブ性能が評価され映画や CM の制作によく使われている。2002年発売リボクプロ HDLP 方式での倍密記録を実現し、 ディボクプロ HD と同等の画質で記録時間を実現している。録画時間は126分、64分、33分。ありがとうございます。